にちは、ゆきみんです。はい、なんかすごいお久しぶりな感じがしますが、皆さんお元気ですか？久しぶりって言ってもね、 Vlog だったりとか、ラジオの方でね、お話はしているので実際久しぶりではないんですけど、こういう一人で動画を撮るのがすごく久しぶりなので、ちょっと私も緊張しています。去年の年末ですね、年末に台湾に行った時の動画からパートナーのアン君に出てもらって、ちょっと皆さんをびっくりさせてしまって、もともとはね、ちゃんと説明する動画とか、こういう考えで恋人に出てもらうことにしましたっていう動画もちゃんと用意してあって、もう編集済みでね、アップロードする用意もしてあったんですけど、なんかそこまでするほどでもないかなって思っちゃって、まあ、別に有名人とかそんなんじゃないし、そんなにこう大ごとにするのもちょっと恥ずかしいなと思ってしてなかったんですけども、やっぱりちょっと皆さんをびっくりさせてしまったみたいで、ラジオとブログの方ではなんで私が恋人を出すことにしたのかっていう、まあ、説明をさせていただいてますので、そちらを、見ていただけると嬉しいです。まあ、ちょっとだけお話しすると、やはり私は結構ね、一人で頑張って生きていきましょうとか、一人でも大丈夫ですよみたいなことをちょっとね、まあ直接言ったことはないんですけど、間接的に結構こう YouTube とかブログとか通じて皆さんに、まあ、そういう風なことをお伝えしてしまっていたなっていうのが、自分の中でね、最近のめちゃくちゃ大きな反省なんですよ。っていうのも、やっぱ人って一人では生きていけないんですよね。それは本当に私も去年すごく個人的にすごい辛いことがあって、その辛いことをね、乗り越えるにもそれも一人でやろうとしてて、でも本当にそれができなくてね、結構こう人生の中そこを見てしまったというか、すごい間違った方向に行きかけたっていうのがあって、だからこう皆さんにはそうなってほしくないなっていう気持ちがすごく強いです。でこれはね、もちろんそのパートナーの方作った方がいいとか、恋人作った方がいいとか、そういうことを言いたいわけじゃなくって、どんな形であれ、やはりこの社会で生きていくには少なくともこう誰かと関わっていこうという気持ちを持たないといけないっていうことをお伝えしたいなと思ってます。まあ、すごいたくさんの友達が必要とかね、もうめちゃくちゃ外交的になろうとか、そういうことを言うつもりは全然ないし、でも例えばね、カフェに行ってちょっとこう店員さんと喋るとかね、別にこう直接じゃなくっても YouTube 見るとかでもいいし、まあ、そういうのでもいいんですけど、何かしらこう人と関わることをやっぱり諦めてほしくないなっていうふうに思いますね。もう一つ大きな理由としては、私がメインのお仕事としてさせてもらってる個人相談サービスっていうのがあって、まあ、こちらでは結構人生の、まあ、進路相談というか、人生これからどうしていったらいいんですかねとか、まあ、キャリア相談だったり、お仕事の相談とか、フリーランスに興味のある方、いろいろね、勉強の相談とかも本当にいろいろなお悩みを聞かせてもらったりとか、まあ、ただ雑談とかもあるんですけど、そういうのをやってまして、でそこでのお話でね、以前からね、ちょっとこう恋愛相談だったり結婚とか、そういう方面のご相談っていうのを、私がその自分のパートナーの話をする前から結構いただいてたんですよ。で、そういうご相談に乗る立場として、やっぱり自分は今こういう感じですよっていうのをなんとなくでもこう出しておかないと、相談したい皆さんとしても、ゆきみんって一体どういう感じなんかなっていうのが、ある程度そういうのを知っていただいていた方がご相談もしていただきやすいかなと思ったっていうのが、まあ、結構大きな理由ですね。なのでこう相談いただく、まあ、ジャンルを一個増やしたというか、そういう感じで、まあ、これに関してはね、本当に公表してよかったなっていうふうに思っていて、最近は結構恋愛相談とかもよくいただいてます。いろいろ恋愛も難しいですよね。難しいですが、私はすごく人生において本当に大事だと思いますね。やっぱりその恋愛が叶うとか叶わないとかね、別にそれはね、恋人と喧嘩するとかそんなも全然いろいろ含めてですけど、やっぱ恋愛はすごくいろんなことをこう気づかせてくれて、経験させてくれて、
ね。そういう感じで、まあ、詳しくはね、あのラジオとかの方で詳しくお話ししているので、聞いていただくか、ブログにもね事情を書いているので、そちらを読んでいただけると嬉しいです。なんで今日はこういう動画を久しぶりに撮ろうと思ったかっていうと、やっぱり私が今やってること、まあ、ちょっと変な茶番やったりとかね、Vlog アップしたりとか、そういうことをやってて、なんかゆきりん今までとやってること変えたのかなとか、今までと考え方変わったのかなとか、今までのゆきりんとちょっと違う人になってしまったのかなって思われてたらちょっと良くないなと思ったので、ここで改めて皆さんにお話をする機会をいただきたいなと思いました。私はもうそもそも本当に自分がこの YouTube だったりとか、まあ、ボイシーでのラジオだったりとかブログとかで発信をしていく上で自分がやりたいことっていうのは、まあ、結構、ちゃんと軸はあります。ちゃんと軸があって、その軸を大切にして今までやってきたし、今もそれは全然変わりません。ここでね、どういうことを軸にしているかっていうのを話すとまた長くなってしまうので、そちらはラジオとかねブログの方を見ていただけると嬉しいんですけども、私は全然変わってないので、別に恋人がいるからってすごいなんかこうカップルチャンネルを始めたとかそういうわけでもなくって、自分が皆さんに伝えたいこととかは全然変わってないです。これに関してはすごく私も今伝え方というか自分のやり方ももしかしたら間違ってるのかなとかね、伝えたいことはこれっていう軸はもちろんあるし、それはブレてないんですけど、その伝える方法がもしかしたら違うのかもとか、そういうのはすごく現状悩んでます。なのでね、こういろいろ試行錯誤しながらやってるんですけれども、ゆきみんまた不器用やなとか、またごちゃごちゃやってんなと思いながら、温かい目で見ていただけると本当に嬉しいです。こういう一人で撮るお話しする動画は最近 YouTube の方ではしていないんですけれども、そっち系そういう感じの話はラジオの方に移行してます。ラジオボイシーの方で全部お話しするようにしているので、もしね今までのその恋人を出す前のゆきみんのそういう動画とか好きだったのになって思ってくださってる方いらっしゃったら、ラジオの方を聞いていただけるとすごく嬉しいです。どっちかというとね、 YouTube で私話してた時よりもラジオの方がめちゃくちゃ自分としてもこうざっくばらんに話せるというか、本音でね結構お話ししてたりするので、多分 YouTube よりも楽しく聞いていただけるんじゃないかなと思います。毎回10分ぐらい時間を決めてね、10分前後の話をするようにしているので、よかったらそっちをお聞きいただければと思います。そのラジオの方がもうね、だいたい300回、今で335回6回ぐらいを迎えまして、すごい長い間毎日毎日更新してるんですけども、最近プレミアムリスナーさんに向けた放送というのを始めました。もちろんね、これからも無料で配信していくコンテンツは出し続けるんですけれども、ただこれから週に 2,3 回プレミアムリスナーさん限定の配信をさせていただきます。ちょっとね、月額お金をいただくことにはなってしまうんですが、プレミアムリスナーさんになってくださった方限定で、もっともっと深い話とか踏み込んだ話、本当は隠しときたいけどみたいな話をしていこうかなと思っています。ちょっとこう活動の裏側とかね、現在進行形で私が考えていることだったり、そういうお話をしていけたらなと思っています。そういう場所が私ずっと欲しくって、そのためにこのね300回以上のラジオの配信を、まあこれに関しては再生回数いくらとか関係なく、もう1円もいただかずにずっとやってたんですけれど、ある条件をクリアしたらそういうプレミアム配信ができるっていう、ルールがありまして、その条件を最近ね皆さんのおかげでようやくクリアすることができて、本当に小さなコミュニティを作っていこうかなと思っています。私もやっぱり全員にお話しできることと、本当にちょっと限られた方だけに聞いていただきたいなっていう話とはちょっと違ったところもあるし、どこまで話せるかっていうのが結構変わってきたりするので、
で、もしね興味のある方いらっしゃったら、あの私たちの距離も縮まるかなと思うので、よかったらプレミアムリスナーご検討ください。最近皆さん元気にお過ごしですか？ちょっとね、やっぱりあの私が恋人を出したことによって、こう今までコメントくださってた方が最近あのお見えにならないなみたいなことがあったりして、ちょっと、寂しいなっていうところもあるんですけれども、皆さんが元気に過ごされてるとすごく嬉しいなと思います。私はですね、最近また引っ越しをしまして、以前に大阪から山口の方に引っ越す動画っていうのを出したと思うんですけど、あの私が柿に当たって死んでるやつなんですけど、あ多分ね柿に当たってっていうか、私多分ね柿アレルギーっぽいですね。あんなにお腹壊して、あんなにもう吐きまくって、もう本当にね、あ死ぬって、あもう私死ぬんやって思ったにもかかわらず、この間ねスーパーで柿フライ買っちゃったんですよ。やっぱね死ぬまで柿食べられへんのは嫌やから、生の柿とか焼いて食べるのはまあもう私もね当たるのが怖いけど、さすがにカキフライやったらいけるやろと思って一個だけ食べたんですよ。そしたらね、その日またお腹痛くなったんで、ちょっともしかしたらそういうカキになんか弱い体質なのかもしれないです。はい、皆さんも本当に気をつけてください。もう本当に本当に気をつけてください。あのね、新鮮ってめっちゃ怖いんですよ。新鮮、なんか新鮮な魚介とか新鮮なお魚、新鮮な牡蠣って、なんかこう新鮮っていうワードはすごい私たちにとって魅力的じゃないですか。でも新鮮ってね、つまりこう殺菌されてないとか、まあ本当に海にあるものをこうそのまま持ってきてそのまま焼いたとかって、結構そこにねいろいろなものがまだ残ってたりするので怖いです。韓国料理のね、カンジャンケジャンとかも結構危ないそうなので、本当に気をつけてくださいね。はい、で、まあ、その話は置いといて、大阪からね山口に、まあ、あの前回は引っ越しましたっていう動画をアップしたんですけども、今はまたそこからビューンと飛びまして、関東のある場所にいます。どこに住んでるかっていうのはちょっと今後ねまた機会があったらお話ししようかなと思ってるんですけど、まあ、今はちょっとね関東地方っていうところで濁させていただこうと思うんですが、そちらに住んでいます。なんで引っ越したかっていうと、まあ、これは単純にね、あの山口に引っ越した時と同じだったんですけど、まあ、パートナーのアン君のお仕事が結構転勤が多くって、それにちょっとついていく形で移動をしているという感じですね。はい、私はすごいこういろんな地域に住んだりとか、まあ、海外も含めねいろんな場所に住んでいろいろ経験するのがすごく好きなので、これに関しては結構ありがたいなと思ってます。最初はもう本当に僕転勤多いけどいいのってすごい言われたんですけど、私としてはもうそんなん願ってもない、もう本当に嬉しいからじゃんじゃん転勤してくださいみたいな感じでね話してたんですけれども、これからもいろんなところでね暮らす経験をしてみたいなと思ってます。自分が生まれが大阪で、で、まあ、大学も大阪やったし、で就職で東京に行ってっていう感じだったので、まあ、言っちゃえばある程度その都会を抜けたことがなかったんですよね。その状態でいきなりこう山口に行ったわけじゃないですか、この間ね。で気づいたのが、私って結構都会が本当に苦手だったんだなってことにこの年になって改めて気づきましたね。山口にいた時もそこまでこうど田舎みたいなところに行ったわけじゃないんですけど、やっぱり大阪とか東京に比べると、まあ、例えば駅まで遠いとかね、お店がものすごい少ないとか、電車とかバスの本数がほぼないとかね、そういう感じだったし、やっぱりこう街全体を見てても若い人少ないなとかそういう感じだったんですけど、個人的にですよ、本当に個人的になんですけど、今までのこう暮らしてきた場所の中で山口がダントツで好きでしたね。なんかこう街の雰囲気っていうのかな、空気感がすごい自分に合ってて、今まではこう自分は大阪か東京じゃないと嫌だみたいな感じで思ってたんですけど、すごいこう自分の視野の狭さに気づいたというか、最近の嬉しい発見がそれで
したっていう感じで、まあ、今はその山口から引っ越してきてね、まあ、今もうそんなに実はめちゃくちゃ都会とかしてるところにいるわけではないです。東京とか大阪にいた時と比べると、まあ、焦りが少ないっていうのかな、まあいろんな要素があるとは思うんですけどね、その時の環境だったりとか、例えば、まあ、私東京にいた時はもう本当に会社に行ってたっていう時期なので、まあ、すごくそういう意味でも会社でちゃんとやらなきゃとか焦りはあっただろうし、そことはまた別に考えないといけないと思うんですけど、あの時はあの時でね、東京で過ごせたことは全然後悔してないし、めちゃくちゃいい経験だったなと思ってるんですけど、まあ、今はこんな感じで関東のある場所でね、過ごしているという感じです。ちょうどね、昨日、いや、一昨日までがゴールデンウィークだったんですけど、皆さんはどんな風に過ごされましたか？今年のゴールデンウィーク、結構ニュースとか見てるとものすごいことになってたじゃないですか。今年は私もそんな海外とか行く予定もなかったので、結構この自分のお家の近辺でちょっと遊びに行ったりとかしてたぐらいなんですけど、最近は進撃の巨人を2週目見てます。映像で見てストーリーを理解する能力が私本当になくって、自分でもすごい悩みで、なんでかなって思うんですけど、別にこう小説とか本読んでて、これ今どういうことみたいなことってあんまないんですけど、でもなぜかね、映像になるとそれが本当にできなくなって、ドラえもんとか名探偵コナンとか、あの辺でもちょっとついていけないんですよ。なんで今この人攻撃されてんのみたいになっちゃう。1週目、進撃の巨人見た時も、もう、ね、途中からわけわかんなくなっちゃって、それで結構 YouTube の進撃の巨人を解説してくださってる方とかがいて、そういう動画をいっぱい見てね、理解しようとしたんですけど、それもあんまりできなくって、私その映像が理解できないプラスカタカナがすごい苦手で、カタカナがね、ほんと覚えられないんですよね。なんか世界史めっちゃ苦手だったんですけど、カタカナがとにかく頭に入ってこなくて、ちょっとこうノートに書いたりとかしながら、エルディア人とかマーレ人が今とかって頑張ってたんですけどっていう話をアン君にしたら、アン君が結構ねその解説がめちゃくちゃうまくって、もう本当なるほどってなってですね、ちょっとなるほどってなった、そのもう本当に一つの解説、もうこれ一行でできる解説があって、これをね皆さんに今ちょっと共有しようと思うんですけど、いや私結局進撃の巨人って一体何の話なの？何が言いたいんこのアニメはっていうのをこうアン君に聞いたんですよ。そしたら彼が言ったのが、あのねって、進撃の巨人は誰かが悪いとか、どっちかがこうヒーローとか誰が敵とか、そういう話じゃないんだよ。どういう話かっていうと、人の立場によって歴史の見え方が違うんだよ、事実の見え方って変わってくるんだよっていう、そういうことを言いたいんだよっていうのを教えてくれて、これね、進撃の巨人、彼も最後まで漫画とかも読んでないので、アニメもね最後まであれ行き継いでないじゃないですか、まだ。だから結論まで分かって言ってるわけじゃないんですけど、でも私はそれにこう、なるほどってなったわけですよ。なんで今までその自分の中でね、バーってなってたかっていうと、なんかどっちが正しいかを見る側としてね、どっちの見方についてどっちを応援して見る方がいいのかみたいな、それをなんかはっきりさせたかったんですよね、うん、で、その主人公、まあ、エレンっていうんですけど、主人公のエレンはいい人なのか悪い人なのかとか、そういうのをこうなんか白黒はっきりさせたくって、それであまりにもこう話がこうあちこち行くからぐちゃぐちゃなってたんですよ。でも進撃の巨人はそういう話なんじゃなくって、本当に人の立場によって守りたいものだったりとか大切にしたいものって全然違う、誰が悪いとかじゃないっていうところが、まあ、伝えたいんだよっていうのを教えてもらって、すっきりしました。そっからもう本当に理解理解ですよ。めっちゃわかるようになって超今楽しく見てます。はい、そう考えると本当にこう学ぶことが多いなと思っていて、結構人間ってね、白黒はっきりさせたいんですよね。こう分かりやすく、これが正しいとかあれが間違ってるとか、そういうのをこうはっきりさせたい。それ私もやっぱ日頃気をつけないとね、アニメにですらその白黒を求めてしまってた自分がちょっとこう浅はかだったなと思うんですけど、やっぱ人間の本質ってそういうとこじゃなくて、どっちが正しいとかね、どっちが間違ってるとかじゃなくて、結構こう曖昧なところにやっぱ本質ってあるんじゃないかなと思って、そう
ていう、なんか、いや、ただ進撃の巨人を見てるっていう話をしたかっただけなんですけど、やっぱ白黒をつけずにね、曖昧なところで、だから私もその最近のね、自分の中でのこう大きな決断っていうのが、その自分の恋人を動画に出す、恋人に動画に出てもらうっていうことだったんですけど、これに関してもね、めちゃくちゃ悩んだのは悩んだんですけど、恋人に出てもらうのが正しいか間違ってるかなんて答えは多分ないんですよね。どっちが正しいかって、答えはもっとこう曖昧なところにあるというか、正しくもないし間違ってもないけど、でもやってみて、で、まあ言ったらね、こういう活動を通じて私は皆さんのこう何かお役に立ったりとか参考にしていただけることもあるかなっていう感じでやってるので、まあ、そこにちょっとでもつながったらそれでいいんじゃないかっていうね。まあ例えばそれでユキミンも嫌いって思われたとしても、これコメントでもちょっと一回いただいたんですけど、私なんか自分で全然意識してるわけじゃないし全然自覚がないんですけど、やっぱちょっとこう彼と話すときは前声になってるっていうか、ちょっとなんか なんて書いてあったかな、なんかこう甘ったれたみたいな、甘ったれた声をしているみたいな書かれていて、ちょっとそうなんだって思ったんですけど、まあ、そういうのをね見て聞いたりとかして、ユキミン嫌いって思われたとしても、まあそれはそれっていうかね、別に全部受け入れてほしいとも思わないし、受け入れられなくて悲しいなとか、まあそういうのは多少私も人間なのであるんですけど、でも、まあそれで嫌いだったら、まあ嫌い、その方は私のことが嫌いで、まあそれはそれでいいじゃないっていう、それくらいの境地に達したので、まあよかったかなと思ってますね。逆に言うと、やっぱりああいう動画を出すことで、すごいこう恋愛相談しやすくなったとか言ってもらえることもあるので、まあ、結果的には後悔してないし良かったかなと思っていますはい、という感じで、まあ、たまにはねこういう感じで、まあ、以前のようにお話しするのもいいかなと思ったりしてるんですが、最近ちょっとね日本人の方だけじゃなくって台湾の視聴者の方がすごいたくさん増えて、まあ、そういった方にもお届けして楽しいと思ってもらえるような動画も出してみたいなとか、いろいろ挑戦したいことを YouTube でもやっていきたいなと思っているので、またユキミン本当に迷走してるなって思われたら、ちょっとねひっそりと応援していただけるとすごく嬉しいです。5月は本当に皆さん無理してはいけないですよ。5月はもう5月病という言葉がありますけど、やっぱね4月でこう頑張ろうってねわーってなって、それがこう別にゴールデンウィークがあるなし、まあ、関わらずだと思うんですけど、結構こうグッて落ち込みがちなのがこの季節だと思うので、本当にね頑張らなくても毎日って過ぎていくので、いやもちろんその頑張ったら何かにつながるとか頑張ったら結果が出る、そういう可能性は高まるかもしれないけど、でも頑張らなくても毎日は過ぎていくし、いい意味でね過ぎていくし、で実は頑張らない方がいいことだって世の中たくさんあるんですよ。これもさっきのお話と一緒で、頑張ったから正解、頑張らなかったら不正解ってわけじゃなくって、頑張ってもいいし頑張らなくてもいいっていうその曖昧さをねやっぱ大事にして生きていかないとなと思いますので、皆さんも、キーワードは曖昧です。もう曖昧で生きていきましょうはい、ということでまたね、動画、こんな動画撮ってほしいとか何でもコメントいただけるとすごく嬉しいです。ボイシーのラジオの方も毎日配信してますので、よかったら、日常生活のお供に、歯磨きしたりとかお皿洗いしてる時に聞いてますっていう声もたくさんいただいてて、すごい嬉しいんですけれども、よかったら聞いてみてください。さよなら、キミンでした。バイバーイ。Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind where.